山敦子、臼井律子、平本茂子、染宮正敏、会場整備、栃木信用金庫、蔵の町花火大会実行委員会、栃木文化会館、栃木市観光ボランティア協会、あるんかな、機材提供株式会社大木組、進行ナレーション寺内歩、演出歌丸を生かした町づくり協議会会長大木博、それではここで、が歌丸が、申し上げます。私、北川うっぱろでが、本日は、まして、誠にありがとうございます。私、通用系徳成こと、禅の喜兵衛と申します。本日は、230年ぶりに栃木の帰ってきました。はい。かっこつけた、日光乾物で届くんですよ。これは臭い味、日光さん、おいしいし、すみません、なんでもスタジオさん、皿入れた平川で見つけたエレキテンで動くエビが芝居小屋に出ると聞きましたが、それとね、どうですか。K というタコ、これの箱の中で大河ドラマベラボースタジオへ夢話で、私を主人公にした芝居を再来年かけるってなってるんです。そうするとウソなんや、私たち栃木の教科書たちもそのエレキテルというテレビの外国語で、私たちだけじゃありませんよ。版元の NHK に掛け合って、ここ栃木を舞台にしてテレビジョンの中で歌丸登場をやってみせますよ。あれ、当たり前ですよ。こう見えても NHK にも負けねえ日本一の版元、蔦屋重太郎でございますよ。ありがとうございました。続きまして、歌丸祭りを主催いたしております、歌丸を生かした町づくり協議会会長の大木博士よりご挨拶を申し上げます。はい、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。今、歌丸が話したように、再来年2025年の NHK の大河ドラマベラボースタジオ映画の夢の主人公は蔦屋重太郎でございます。栃木市は歌丸ゆかりの地として、歌丸を生かした町づくり協議会の中心としてさまざまな活動をしています。この歌丸道中や歌丸夢芝居では、歌丸と
蔦屋十三郎が栃木の猛暑で禅の喜兵衛の招きにより江戸から栃木へやってきたに違いない、そんな期待で演出させていただいております。協議会ではこれを最大のチャンスと捉え、大川秀子市長のもと今後栃木の PR 活動を行っていきますので、どうぞ皆様応援よろしくお願いします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして歌麿道中は終了でございます。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。ここで歌麿祭りのご案内です。浮世絵師北川歌麿をテーマとした歌麿祭りは今月26日まで開催されております。期間中は浮世絵師の複製画の展示や歌麿と栃木市のゆかりを描いた市民劇の上演、歌麿スタジオ物語を楽しめる蔵の町遊覧船の運行などさまざまなイベントが企画されています。詳しくはチラシや歌麿を生かした町づくり協議会のホームページなどでご確認ください。皆様本日は誠にありがとうございました。